1> 1年くらいやってると5冊ぐらい溜まってくるんですけど結局皆さんがやるべきなのってマーケティングのようなテクニックはいろいろあるんですけどお客様の究極理解なんですね。お客さんの究極理解でお客さんが本当に求めている情報っていうのを手に取るように分かることができたらあのそれはお客さんに伝わるんですよ。で集客もできるんですねで。逆に集客できない人って インスタ使ってもアミブロ使ってもフェイスブック使ってもツイッター使ってもできない人はできないですよできる人はできるんですよねどの媒体使っても何が違うのかっていうとお客さんの悩みっていうのをめちゃめちゃリサーチしてるんですよめちゃめちゃリサーチしてるところですねだからまあ文字が小さくないか見たいと思うタイトルかっていうところをねぜひちょっと見直していっていただきたいなというふうに思いますいではですね、えー、次、えー、フォロワーが集まらない原因ねまず1個目ちゃんと毎日投稿してるフォローしてるで2つ目2つ目はですね えちょっと戻りましょうかね復習プロフィール写真ちゃんと設定されてるで3つ目、えー、文字と、えー、まあタイトルですね、簡単に言うとインスタのタイトル大丈夫で ?4 つ目、今度は相性のいいフォロー先を探しているのかということですね相性のいいフォロー先を探せているのかというところなんですけれども、まあ、フォローバック率ね、まあ、2、30%が目安って書いてありますけどもう20%超えるだけでまあかなりいいです。30超えると、ね、もうかなり もう超いいって感じなんで、まあ、基本的に20%前後だったらまあ問題なしという感じですねで逆にフォロワーがあまり増えないけどリストが取れてるという場合はまあ1日1リストぐらい以上取れてるんだったらもう問題なしです、うん、結局リスト取れれば問題ないんで、うん、っていう判断基準で OK ですでもし今1日1リスト,リスト以上月32リスト以上取れてないんだったらまずやるべきはタイトルの改善ですね無料プレゼントのタイトルの改善、はい、っていうところはやっていく でと同時にフォロー先の改善ですね。フォロー先の改善。はい、フォロー先の改善と無料プレゼントのタイトルを改善していく。こで,すで、えー、改善って5つ目。まあ、これは皆さん大丈夫だと思います。まあ、初回コンサートで、ね、これはもう見させていただいているので、もうコンセプトです。まる、あの人のためのまる専門家っていう、自分はどういう人に向けての何の専門家なのかっていうのが、もう一発でお客さんに分かるようにね、ちゃんと自己紹介文書かれてるかっていうところはね、 まあ最低限見直していっていただきたいなというところでですねもう基本的にここはですねフォロワーが集まらない理由はもうタイトルとフォロー先であるとタイトルとフォロー先であるとでもしかしたらプロフィール分がね悪いっていう場合はプロフィール分も変えた方がいいよっていうところですねはいこの辺りを見直していっていただきたいなというふうに思いますはいですねはいじゃあ次次はですね 今度ラインアットがなかなか集まらないという話に入っていきたいと思います、まあ、全体像ってこの3つのうちの2つ目ですねラインアットなんで集まらないのって話があるわけですけどラインアットもです、ね、あのお客さん集まる理由があるんですねで本当に8割はもうプレゼントタイトルですねプレゼントお客さんは欲しいものなのってところです、うん、このプレゼントのタイトルにはお客さんが本当に求めてる理想の未来っていうのを見せてあげるところですね 2つ目え投稿の2枚目に必ずラインアット誘導の画像を差し込んでるって話ですねこういうやつですこう,いうやつ。これ2枚目にちゃんとこういうの差し込んでるって話ですねうんで3つ目投稿文の最後にラインアットの誘導文ちゃんと入ってるって話ですねうんこういうやつですよねえっと 私とお友達になって無料プレゼントを、えー、とゲットするとね、国家プレゼントぜひゲットしてくださいってやつですね。これ、テンプレートちゃんとかけてる、はい。で、改善で4つ目、ちゃんとストーリー、週2回以上アップしてるってとことですね。週2回以上ストーリーアップしてる。で、5つ目、LINE アットの、えー、とストーリー、ね、週2回の、えー、投稿、ちゃんとできてるのかって話ですね。 とのストーリー集2回以上の投稿。はい、でまあ基本的にここのクリックを動かすとより良いって書いてありますけれどもまあこれねコンテンツサイトの方にもね、えー、とでも説明はしております。で、まあ、こういったね内容のバナーっていうのを皆さん作っていただいてると思うんですがでこのバナーの上にねこのねプロフィール文はこちらっていうふうに書いてある。 これがねあると思うんですけどもでここにですね実は自負機能っていうのをつけることによってここにですね矢印マークで目立たせたりとかここを点滅させることが実はできるんですね点滅させることがまあできるとで、まあ、これは実践会とか実際、ね、コンテンツサイトでもああ臨時追加コンテンツとしてアップさせていただいてるんですで、まあ、そっちを見ていただけたらと思うんですがここをより点滅させることによってですね、えー、人間っていうのはね同時期に1箇所にしかやっぱり集中できないと 逆にそこで一個だけピカピカね光ってるものがあったらまあ人って基本的にストーリーをパーって見てますけどそこで手が止まるんですね指が止まるからそこからプロフィールにね入ってきていただきやすいっていう話があるのでここにね点面させてあげるっていうのはね一個ノウハウです、まあ、このあたりをねちゃんとできてるかってとこですねプレゼントそして投稿の2枚目に画像を差し込むでえ3つ目誘導の最後にライアントの文章入ってるで4つ目ストーリーをちゃんとアップしてるのか 週2回の投稿をちゃんとストーリーでやっているのかということですね。で、えっとまあ、ストーリーなんですけれどもちょっとですね、えー、スマホの、ね、画面をちょっと共有してちょっとストーリーのですね面白い使い方もちょっとご説明をしようかなというふうに思います。じゃあそうですね今ちょっとねちょうど1時間経った頃だと思いますので今からちょっと5分が休憩のお時間をね取っていきたいと思います。 で5分間休憩の時間を取りして、えー、と13分からですね始めていきたいと思いますんで15時13分までね休憩のお時間とさせていただきます。